演武開演。どうも、いよいよ銀サイヤンのお菓子の最後、最後に食べるのはこのこちらの紫の袋に入ったお菓子ですね。これも中身が見えないですね。何なんだろう。紫芋のチーズケーキって書いてますが、どうなんですかね。さてその中身は、あのビスケットサンドに似ていますが、確かに変わった食感はケーキの感じですね。ではこれも断面見えてますけど、一応中身を、ではいただきます。これが一番好みかもしれないです。続いてチーズケーキとしての美味しさを感じられたんですが、やはりちょっと紫芋が弱いかなという気もしましたね。紫芋の甘さをもうちょっと上に上げてくれれば、もっと点数が良かったのにと思えた部分がありましたのは残念でした。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それでは青唐辛子少女手も容赦ないや、まあ食べ物は容赦してくれませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。